チェーナーはニューラルネットワークの計算及び学習を行うためのオープンソースのソフトウェアライブラリーである。バックプロパゲーションに必要なデータ構造をプログラムの実行時に動的に生成する特徴があり、複雑なニューラルネットワークの構築を必要とするディープラーニングからリリースされている。二0 1九年十二月五日、開発元の PFN は今後はチェーナーから フェイスブックが主導して開発しているピトルッチに順次移行すると発表した。チェーナーはデファインバイランというモデル設計手法を取り入れた真相学習のフレームワークの先駆けで後発のピトルッチなどにも大きな影響を与えた。プリファードネットワークスが日本の機械学習系のベンチャー企業であることから日本語の関連資料が多いという特徴がある。 開発元の PFN は2019年12月5日、フレームワーク開発を終了してチェーナーはメンテナンスフェーズへ移行すること、自社はチェーナーから Facebook が主導するピトルッチに順次移行することを発表した。Pain c h i n はチャイナーを用いて PFN 社の米、辻新山が作成した線画自動着色ソフト。ユーザーはタンポポ、サツキ、 カンナの3種類の AI を選択できる。数日で100万件のアクセスを記録し、2018年には文化庁の第21回メディア、芸術祭エンターテイメント部門で優秀賞を受賞した。中国語版のサイトもある。米辻はインターネット上で60万枚のカラー画像データを収集し、線画に変換。この線画とカラー画像をデータとして、 真相学習でモデルを作成し、2017年1月27日に公開した。チェーナーは Python から利用でき、以下のような用途に利用できる。ありがとうございます。